こんにちは。今日は最新のプリウスのインバータを分解するという動画です。前回の動画で30型プリウスのインバータを分解してみました。もしその動画を見てない人がいたらあの概要欄にリンクを貼っておくのでそちらをまあ先に見た方が多分楽しめると思います。で今回はですねこちらの最新型のプリウスのインバータを分解します。で見た感じですねもうかなり小さくなってますね。こちらが3代目ののプリウスのインバータで でこちらが4代目のプリウスのインバーターですでぱっと見なんですけど容積はだいたい半分くらいになっています最新型4代目プリウスのインバーターの容積はだいぶ小さくなっていますけどもその理由を,です、ね、これを分解することによって確認していきたいと思いますまあ、この中でいろいろな工夫とかされていると思うのでそういったところも確認できればいいかと思いますまず重さから測っています4代目プリウスの重さは 11.3kg です 次に三代目プリウスのインバーターの重さは13.1キログラムです。四代目最新型のプリウスのインバーターは11キログラムでした。なおで2キログラムくらい軽くなっています。容積について測るのはちょっと難しいので調べたんですけども、こちらの三代目プリウスインバーターの容積は16.2リットルで、こちら最新型の四代目プリウスのインバーターの容積は8.4リットル。 ま半分くらいになっているわけですね。相当小さくなっています。まず外観を少し見ていきます。この正面の部分に端子が6個あるんですけども、これはプリウスのモーターとジェネレーターの部分に接続する端子です。こういうふうに外に引き出す線がついているんですけども、こちらにですね接続します。で、この端子からさらにモーターのところとあとジェネレーターの部分に繋がります。こちらの横を見てみるとですね。 こちらにバッテリーを接続すする端子があります、ね、4代目プリウスの,バッテリーの電圧は確か 200V だと思うんですけどもここに 200V の端子を接続してこの中にある DC-DC DC コンバーターで 650V まで出圧してでさらにその電圧を使ってモーターを回します。 実際には 650V の直流電圧があるんですけどもその電圧をですねインバータを使って3層の交流電圧波形に直してでその電圧を使ってモーターを回してあげます。こちらの青い点線で囲っている回路が箱の中にすべて入っていますで次にこちらの横の部分なんですけどもこちらに冷却水を通るための通路があります。 まあどっちに冷却水を入れてどっちかが出てくるっていうのはちょっとわかりませんけども例えばこっちから冷却水を入れたらこのすぐ隣に冷却水がまた通る通路があってでこっちに入ってきたらまあこっちから冷却水が出てきてでこちらの通路を通って冷却水がまた下の方に流入してでこっちからまた出てくるっていうふうなそういうふうな構造になっています。こちらのの金属製の黒い天板を外すと こちらに制御回路が見えますこの制御回路も取り外すことができますこんな感じで取れました4代目プリウスのインバーターと3代目プリウスのインバーターの制御回路に大きな違いがありますまずこちら4代目プリウスのインバーターです全部1枚の基板の上にまとまっていますこちらに ECU から来たケーブルを接続するための端子があって こちらの基板の裏面にマイコンが3つ載っていますねで。こちらの2つのマイコンについてはちょっと詳しくメーカー名はわからないんですけども、型番から見ておそらくルネサス製のマイコンが載っています2つですねで。こちらにマイコンが載っているんですけども、これはロゴが書いてあって電装製のマイコンです。 でこちらのマイコンを使ってインバータ本体をです、ね、どういうふうに制御するかっていうのを決めています。まあ、計算してるんですね、この中で,で。マイコン側とは反対側の方ですね。でこちらになんかいろいろ端子みたいのがついているんですけども、これはですね、インバータ本体の中に IGBT っていうスイッチングの半導体があるんですけども、それを動かすための回路がここに入っています。まあ、こんな感じですねで。これが4代目プリウスインバータの制御回路です。 で次に1つ世代前の3代目フリウスのインバータです。えーっとまあ、これですね、基板が2枚に分かれています。まあ、結構基板の面積も大きいですね。まあ、1.5倍分大きくなっていますで。まずこちらの上側についている制御回路なんですけども、これはですね、まあ、ECU から来たま信号がここに入っていてで、こちらの基板の表面にマイコンが3つあります。で前回の動画で説明したんですけども、NEC 製と電装製ですね。 でこちらの基板の上でインバーターをどういう風うに制御するかっていうのを、まあ、マイコンの中で計算してあげて、でこちらの下にある基板でえインバーターのですね中に入っている IGBT をスイッチングさせます。うん、こちらの三代目と4代目の一番の違いは基板が2枚に分かれているものを最適化して全部1枚の基板上でやってしまってるっていうことですね。基板を2枚から1枚にしてるんで、まあ、当然面積は小さくなりますし。 あとこういうふうに基板をですね2枚重ねる必要がないのでインバータ自体をコンパクトにしていますさらに分解します制御回路が載っているんですけども外してしまってこれをさらにインバータ本体を分割しますでこの部分にまあフィルムキャパシタがあってこの部分に IGBT がありますちょっと見やすくするために分解します こんな感じで取れますでこちらがフィルムキャパシタと積層の冷却器とあとは積層の冷却器の間に挟まっている IGBT モジュールが全部一体になった部品です分解することはできませんこちらのフィルムキャパシタのところから銅のバスバーが出ているんですけども、まあ、そのバスバーと IGBT から出ている端子はです、ね、全部スポット溶接されていて外せなくなっていますすごいですね でこの積層の冷却器もすすごいです、ね、その層の層間に IGBT モジュールが合計で 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7つ入っているんですけどもで、まあ、こちらの IGBT モジュールが発熱するわけですけどもその積層の冷却器を使うことによって効率よくですね熱を逃がして冷却できるようになっています。 こっちから水が入ってきてその IGBT モジュールをですねこの積層冷却器を使って冷却してその熱くなった水がこっちから出てくるっていうふうになっていますこちらの IGBT モジュールの製品名なんですけど7つある IGBT モジュールのうち1つはバッテリー電圧を昇圧するための DC-DC DC コンバーターに使われています で次の3つはモーターを回すためのインバーターの回路に使われています最後の3つはジェネレーターから来た電力を変換するためのコンバーターに使われていますこちらの IGBT モジュールから足がたくさん生えていますけどこれは制御用の端子です先ほど出てきた制御用の回路基板がありますけどもちょうどこの部分が裏面がまあ端子で刺さるようになっています ここちらののがが生えているるところとろ制御用の端子がです、ね、接続できるようになります ECU から来た信号をこちらの制御基板の裏面にあるマイコンで信号処理します。でその信号処理した結果をこちらの IGBT モジュールを動かすための端子から電気信号として出してあげてそして IGBT モジュールが動作します。 で今こちらにあるのが3代目プリウスの IGBT モジュールで,で、こちらは今まで見てきた4代目プリウスの IGBT モジュールです。大きさが全く違いますねで。こちらの4代目のプリウスなんですけども、まあ、フィルムキャパシタだとかあと端子だとかまあいろんな部分がついているのでちょっと大きく見えるんですけども、まあ、IGBT モジュールだけ見るとまちょうどこの部分だけですね。まあ、正確には IGBT モジュールとあとは積層の冷却器です。外周についています。 でこっちらなんですけども、まあ、この底面の部分にでこちらのまあ冷却器があってでこの赤いキャップの部分からまあ水が流れてきてこの IGBT モジュールを冷却するようになってます大きさが全然違いますね、まあ、ものすごい大きいですけども、まあ、4代目新しいやつはまあ非常にコンパクトにまとまっているようになっています、まあ、そういった設計の工夫とあと冷却の工夫であったりあとは使う IGBT モジュールの特性が良くなることによってまあここまで 小さくできたっていうのはもうすごいことですねもうちょっと分解していきますこちらに部品があるんですけどもこれについても軽く説明しておきますまずこちらがインダクターですこのインダクターについてなんですけどもバッテリー電圧を昇圧する回路で DC-DC DC コンバーターがあるんですけどもその部分に使われていますで、そのまっすぐ隣にフィルムキャパシタがあってこれは電圧のスムージングの目的ですね でこの部分については3代目プリウスのインバーターとほとんど変わらないのでまあ、軽く流して終わりです。で次にこちらのインバーターの底面部分の蓋を開けていきます。ちょうどこんな感じで蓋がついていてこの部分を開けます。でこの蓋を開けたところに回路が入っているわけですけども、ここで何をしているかっていうとこれはですね車内で使う12ボルトの電源を作る回路です。これも DCDC DC コンバーターです。 でこちらの DCDC DC コンバーターについても冷却は必要でちゃんと冷却されています。ちょうどこちらの横の部分に冷却水の出入り口があります。でこれをですね外してみると、はいこんな感じですね。ちょうどこの部分からま冷却水が入ってきて出てきたりするわけです。ちょうど穴が開いているところがわかりますよね。こんな感じです。 でこの冷却水が流れるところにこういう風うにガイドみたいのがついています。でこれの役割としては水の流れを整える役割があります。でそれプラスですね、あの表面積を増やしてまより熱を逃がしやすくするまあ、そういう目的もあると思います。でこちらの DCDC DC コンバーターがついている方にもですね、こういう風に溝が掘ってあります。でこの溝についても表面積を増やす役割があります。 この部品がついている面を見てみるとちょうどこことここの部分にま発熱する部品が置いてあるんですけどもその反対側ま冷却水が通るところにこういうふうに溝が掘ってありますやはりこういうふうに溝を掘って表面積を増やして冷却効率を高めるのが目的だと思いますで4代目プリウスの車内用の12ボルトを作る DCDC DC コンバーターはこのようになっています でこの DC ・ DC コンバーターは結構面白いことをやっていて何が面白いかというと変圧器の部分が非常に面白いことをやっています。でこれは3代目プリウスの同じ回路のところに使われている変圧器です。で変圧器の基本的な構成としてはこのように鉄心があってでそこにまこういうふうに巻き線を巻いていきます。これが1次側の巻き線です。でさらにこちらに2次側の巻き線を巻いてあげて。 でこの上からまあ鉄心をかぶせてあげるとこれが基本的な変圧器の構成です。で変圧器の役割としてはこちらの1次側の巻線に電圧を加えるとこの1次側の巻線と2次側の巻線のき通比に応じた電圧というのがこちらの2次側の巻線から出てきます。で4代目プリウスの変圧器のどこが面白いかをこれから説明します。まあ、制御回路をまず外して でちょうどこの部分に変圧器があります。何が面白いかっていうとで、変圧器の巻線をプリント基板で作っています。で、そのプリント基板をちょうどこの鉄心で挟み込むことによって変圧器を作っています。で、これが拡大したところです。こういうふうに変圧器の鉄心があって、で、ここにちょうど巻線があります。で、それをこういうふうにまた鉄心で挟み込んであげて、こういうふうにして変圧器を作っています。 でこちらの表面についてはこちらの銅のパターンがあるんですけどもこちらが1回の巻線で,でこちらが2次側ですねで次に裏面を見てみるとこちらに5回巻いてあるんですけどこれが1次側の巻線です5ターンですねでこちらの2次側の巻線は12ボルトですで車内用の機器は全部12ボルトでできているんで、まあ、結構な大電流が流れますなので銅箔の厚さもですねかなり厚くなっています こちらのプリント基板自体の厚さが0.5ミ、mm、リで、そしてこちらの表面の銅箔が0.5ミ、mm、リで裏面の銅箔も0.5ミ、mm、リの厚さです。かなり分厚いですね。というわけで今日は4代目プリウスのインバーターを分解しました。3代目プリウス発売されたのが2009年、そしてこちらの4代目プリウス発売されたのが2015年です。 6年間でプリウスのインバーターがどういうふうに進化したかが分解してみてよく分かりました分解してみた感想なんですけどもトヨタとあとトヨタの関連会社はまあこういった電気部品を1年間に何十万台って作るわけですよねでその部品を搭載した車が何万キロ何十万キロって故障なしで走り続けてでしかもそれを量産しまくっているわけですから、まあ、やっぱりトヨタ自動車はすごいなってのがのが感想ですというわけで以上です